それではお待たせいたしました。ただいまよりRISE177の前日記者会見を行います。それではまず第1部の記者会見に出席している選手に明日に迫りました試合に向けて意気込みをいただきたいと思います。まずは試合順に行きたいと思います。まず第1試合に出場する両選手からコメントをお願いしたいと思います。まずは明日ライズ初参戦となります、ヘミナイン選手からお願いします。山形から参りましたヘミと申します。明日は最高の1日にしたいと思ってますので、ぜひ注目して見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは対しまして翔太選手お願いします。オス形成ス牽制官翔太です。初めに、今回も、試合を組んでくださったライズの関係者皆様ありがとうございます。今回も第一試合ということでもう最初から盛り上げて戦っていきますんでどうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続きまして第2試合に出場する両選手からコメントをいただきたいと思います。まずは坂田美優選手からお願いします。オス FFTM の坂田美優です。ちょっと結果が残せられない状態続いてるんですけど、明日でひっくり返すぐらいの気持ちで行くので注目しておいてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、辻ほのか選手お願いします。ブリングイットの辻ほのかです。明日はもう練習してきたこと全部出してライズ初勝利するので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして第3試合に出場する両選手からコメントをいただきたいと思います。まずは宮本芽衣選手からお願いします。こんにちは、クレイジービー所属宮本芽衣です。今に連勝中で負けるわけにはいかないので私がベルトを取るために今回の試合も通過点として勝っていくので皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは対しまして宮崎若菜選手お願いします。こんにちは、トライハードジムの宮崎若菜です。相手は2戦2勝の負け知らずの、勢いのある選手だと思うんですけど私はチャンピオンレベルの選手としのぎを削ってきたので明日しっかり勝って会場にいるチャンピオンにアピールしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後に明日ちょっと試合飛びます。第9試合に出場する両選手からコメントいただきたいと思います。まずは所属がフェニックスになりました、山本健信選手からお願いします。フェニックスの山本健信です。明日は、会場が引くぐらいの KO をして、自分が持ってってやろうと思ってます。はい、ありがとうございます。それでは対しまして宮崎修斗選手お願いします。ターゲットの宮崎修斗です。明日山本選手と、多分熱い試合できると思うんでぜひ応援してください。はい、ありがとうございます。それではここからは質疑応答に移りたいと思います。ご質問ありましたらお願いします。ではお願いします。スポーツライターの布施と言いますけれどもご登壇されている選手に質問です。今日の対戦相手を見てですね今まで抱いてた対戦相手と違う印象とかがありましたら教えてください。はい、では先ほどの順番でいきます。ヘミ選手からお願いします。はい、翔太選手はとても、気持ちいい選手だなっていう印象を持ってまして、本当に気持ちの強い選手だと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。では対しまして翔太選手お願いします。相手のヘンミス選手もすごいタフさがあって、でも僕もそのタフさ、頑丈さ、勢い、気合いは負けてないんで、はい、そう感じました。はい、はい、では続きまして坂田選手お願いします。特に変わった印象なくて結構緊張してんのかなって印象です。はい、では対しまして辻選手お願いします。相手の坂田選手は今まで戦ってきた中で一番強い選手だと思ってて、で今日も見ててすごい強そうだなって思うので、でも明日はそんな強い選手に勝って強い自分をアピールしたいです。
では続きまして宮本選手お願いします。私も今まで思っていたイメージと会った時の印象は何も変わりなくて、でも同じ人間なのでお互い勝ちたいっていう気合はすごい感じます。では対しまして宮崎選手お願いします。宮本選手とお会いするのは今日が初めてなんですけど、身長とか体格とかは思って想定内で、相手はボクシングがすごい上手いなという印象なんですけど、明日はキックボクシングというルールなので、両手両足うまく使って勝ちたいと思います。はい、では続きまして山本選手お願いします。印象は、特に変わらないんですけど、熱い試合をできるって言ってくれたんで、絶対熱い試合になると思うんで見ててください。はい、では最後に宮崎修斗選手お願いします。そうですね、いざ向かい合ってみたら、なんか僕とは違う体型だなって思いました。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、じゃあ続きましてお願いします。女子の4選手に質問です。明日女子の試合2試合組まれてますけども、これから女子キックを盛り上げるためにはどういう試合が必要だと思いますでしょうか。その自分の考えを簡潔に教えてください。はい、では坂田選手からお願いします。軽量級でダウンとか KO とかする選手はあんま少ないと思うので、46キロのランカーに乗り込めるようにダウン系をしたいと思います。はい、では対しまして辻井選手お願いします。そのダウン、相手坂田選手がダウンとか KO とか狙ってるって言ってるので、それに向き合って自分もダウン KO を狙って盛り上げていきたいと思います。はい、では続いて宮本選手お願いします。私も KO 勝利だと思ってます。今2連勝中なんですけど、判定勝ちということで KO はできてないんですけれど、もっとインパクトのあるパンチやキックをできれば KO 率だって上がるし、こういろんな視野が広がって自分のパターンとかできることが増えるんじゃないかなって思うので、私も KO にこだわります。はい、では最後に宮崎若菜選手お願いします。先日初めて女子の対抗戦が行われたように、あれだけで終わらせないとか、あと2020年に行われたクイーンオブクイーンズだったりとか、もう一度、開催してもらえるようにするためにはしっかり勝って、マイクでアピールすることが必要だと思うので、しっかり分かりやすい勝ち方をしたいと思います。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。はい、それでは以上で質疑応答を終了させていただきます。選手の皆様ありがとうございます。続きまして第2部の記者会見を取り行いますので、開始まで今しばらくお待ちください。